また、下の段には市町村の除染区域におけるコミュニケーションの状況が書いてありますけれども、4月から7月にはもうすでに50回やっておりますし、4月から6月の3か月間でも200回程度のこういったコミュニケーションが行われております。市町村の除染エリアにおける除染の進捗の状況でありますが、 104の市町村におきまして、かなりの程度、計画が出来上がっております福島につい、福島県について申し上げれば、33の市町村におきまして、すでに何らかの計画が出来上がっております、いくつかの市町村については、すでに除染の、実際の除染が始まっております。 またそのコストでありますけれども基本的にはこの除染に変え必要となったコストについては、まあ、まずは国の予算で措置をいたしましてその後に東京電力に急償するという形をとなっておりますさて結論でありますけれどもこのように除染の仕事というのは実際にも始まりつつありますでいろいろな課題に直面をしております 一つは計画上の課題であります。除染には優先順位をつけて行うことが必要でありますけれども、このプライオリティをどのように置くかということ、それから除染の目標値をどうするかということについて、多くの議論があります。それから技術上の課題であります。除染には現時点ではどうしても限界があります。一方で、福島の皆さんの除染にかける期待というのは非常に高いものがあります。 えこういったあの高い期待にどのようにその技術的に応えていくかというのも大きな問題です。そしてまたあの除染で大量の土や廃棄物が出てまいります。その処理も大きな問題です。それからあのー、立地選定の問題、仮置き場を。 あるいは焼却炉を置く場所につきましては、やはりあの自分の家の近くには置いてほしくないという方が多くいらっしゃいまして、その場所の選定には異常なる困難にあたっております。ただしあの、し現地保管と言いまして比較的あの、 ま、近傍でと言いましょうか。女性の場所であの保管をするような方法も法律上は許容されておりまして、このような方法で少しずつこの廃棄物の問題も前進しつつあると考えております最後にあのコミュニケーション上の課題であります。この信頼関係をいかに築くかであります。とか、それからあ、放射線に関する知識のその共有のベースが不足しがちであるということ。 えそれからあの福島の被災されている方々にどのようにその効果的にお話をするのかといった問題、このようなあの多くのコミュニケーション上の課題もあると考えております。以上でわたくちのお説明を終えます。ありがとうございました。<laughs> マキヤさんどうもありがとうございました。あの国のその女性に関する制度それから現状問題点等について、えー、触れていただきました。えー、続きまして。 えー、福島県の環境回復推進官、えー、小畑正道さんから、えー、福島県での除染対策についてお話しいただきたいと思います、えー、小畑様よろしくお願いいたしますはい、えー。このような機会を与えていただくことに感謝を申し上げたいと思いますまたあこの度のですね東日本大震災に際しましては 国内外の多くの方々からですね心温まるご支援をいただきましたことに対してまず御礼を申し上げたいと思いますさてあの東日本大震災からですね1年4ヶ月あぶりが経つわけでございますが福島県におきましてはですねとりわけ原子力災害による影響によりましてですね今でも16万人に上る県民の方が避難生活を余儀なくされておりましてえー 県外にもですね6万人の方が避難をしているというような状況にございますさらに、まあ、避難されていない方でもですねやはり子どもさんをお持ちの方々を中心にですね非常にその放射線によるですね健康影響へのですね不安を持ちながら生活をしているというような状況でありますそういう中でですね現在最も優先されるテーマがですね除染ということでございます で除染の,女性のです、ね、る仕組みとかです、ねえーえー、実際の国の状況につきましてはです、ね、牧屋村時間の方からお話ありましたので、私の方からはです、ね、主にこの市町村が実施したいの除染の実施状況につきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。 これがあのです、ね、県内にです、ね、法律をはめた場合のです、ね、実際の状況ということになりますが、オレンジの部分はです、ね、国が除染を実施する地域ということになります、それからこの黄色の部分ですね、黄色の部分についてはです、ね、主にその市町村がです、ね、実施したいとなりまして、市町村が計画を作ってです、ね、除染を実施するというような地域になるということでございます。 でこの緑の部分はです、ね、いわゆる年間の積算線量が1ミリ未満という,ようなことでどちらかというとです、ね、ホットスポット的にです、ね、除染を進めるエリアという,ようなことになるということでございます。 で実際にですね市町村が乗船を実施する場合はですねこの汚染状況重点調査地域の指定を受けるということになっておるわけですが現在福島県では先ほどもちょっとお話ありましたが41の市町村がですねその指定を受けております。ここののの赤の線でで囲まれれているととろですね浜通りと中通りり中全市町村それから 藍津地方のですね赤で囲まれている真ん中の市町村こちらが指定を受けているということでございますそれであの実際にこの指定を受けた中で計画を作っている市町村ですが先ほど国の方からは33という数字がありましたがあ、実際には35の市町村がですねすでに計画を作ってございます さらにその35の市町村の中でですね、具体的な除染の取り組みを始めている市町村がですね、30市町村という状況になっております。ただ、その取り組み状況につきましてはですね、市町村によってかなりばらつきがあるというのが現状でございます。それでは具体的にですね、どのような除染の取り組みが行われているかということでございますが、まあ、施設的に見ますとですね、 学校とかですね保育所あるいは公園などのですね公共施設について取り組んでいるという市町村が最も多くてですね26の30市町村のうちの26の市町村がですねこうした公共施設の除染というのことを始めております。それから次に多いのがですね田畑や果樹地などのですね農地関係ですねそういったものの除染を進めている市町村が20。 それから、住宅の除染を進めている市町村が13というような状況になっております。えー、国の状況につきましては、先ほど牧まさん時間の方からお話がありましたので、省略をさせていただきたいと思いますが、こうしたですね。法律に基づく除染の仕組みとはですね。別にですね。本県では特にですね放射線による影響を受けやすいですねえ。子供の被曝線量の低減を図るというような観点からですね。昨年の8月から。 町内会や、ね、PTA などの地域団体がですね、除染活動を行う場合です、ね、その必要経費をです、ね、助成するというようなことで、地域コミュニティ単位の除染、ね、活動に取り組んでいただくというような取り組みも合わせて進めております。 えまあ除染につきましてはですね基本的にはその市町村がですね主体となって進めるということになるわけですが広範なエリアをですね一度に除染するということは基本的に不可能でありますのでやはりその放射線量のですね低いような地域につきましてはですね町内会や地域住民の協力をいただいてですね並行的に進めるというようなことでできるだけですね 早くですね、その地域の挑戦を進めたい。いう,ようなことで、現在市町村と一緒に挑戦に取り組んでいるという状況でございます。それから二点目としましてはですね、特にその県と。国がですね、協力して取り組んでいる事例について、ご説明をさせていただきたいと思います。ええー、除染情報プラザ。 というのがですね県と国がですね協力して取り組んでいる施策でございますこの除染情報プラザはですね特にやはり除染がですね新しい取り組みだということで市町村やですね町内会などのですね地域による除染活動を進めるためにはですね